ありません。自分で硬いなって思うところからやってもらってもいいです。やるのは側頭、側頭筋と、後筋、そして顎二腹筋、内側上突筋、下背側上突筋の5つですね。で、注意事項言います。これ立ってやらないでください。あの顎と首はできれば立ってやらないでください。自分がある程度力が抜ける状態じゃない と、できないので、これいいですか、はい、なんかこう取っちゃうみたいな、はい、で、やることは簡単で、先ほど例えば後筋ってこの顎のここからこっち側についてるじゃないですか。方向こっちなんですよ。これ進展主義なんでのでの表層の部分なんでそんなに難しくないんですけど、ここの顎からこうついているので、直角にこの筋の繊維に対して直角に、伸ばしていきます。結構硬いね。そう、剣道ってやってるから面が。そうなんだ。結構ごめん、ちょっと足僕かけます、ごめんなさい。緩みたいので自分自身、この顎のラインからこっち側になるので、この耳介から口の方に向かってゆっくり、ごめんなさい、こっちですね、こっち、こうこのラインからこうですね。でこっち行きますよ。こっちのライン、これ片方ずつやってください。両方一気にやらないでくださいね。ここからこっちです。でここほっぺたありますよね。ほっぺた皆さんわかると思うんですけども、上に脂肪というかこの皮膚のラインがありますので、これ一回どかしてもらって、後筋をしっかり触って、触ったらそのままゆっくりこういうのに対してこういう感じです。こんな感じで弓なりになるような感じです。弓なりになるような感じですね。いきますよ。こっちで言うと一回どかして後筋触ったなっていうところから、指でしっかりとく胸骨と下顎骨のここの間、このところをちょっと触ってください。ここでも後筋があるので、後筋とか側頭筋もあるのですごく分かりづらいんですが、1箇所だけですね、あの針の穴みたいなあの部分があるんですよ。針の穴ってもうちょい大きいんだけど、この胸骨とこの間、側頭骨はここまでついていて、ここに上に覆っちゃってるんで、ここをどかすと、はい、ゆっくり開いて、ゆっくり、はい、閉じて、もうちょいこっちが、どうぞ開いて、あ、OK です。今僕触ってるの分かりますか？感じますよね。これ感じるんですよ。ここ1点しかないので、ここをゆっくりこうやって震わしてください。